吉川拓也は日本の経営者。吉川家政株式会社、常務取締役、エグゼクティブ MBA ゴルファー。大阪府東大阪市出身。1994年大阪東院高等学校に入学。ツアープロとして日本の名称している宮里優作率いるゴルフ部首相として、1996年関西高等学校ゴルフ対抗戦3。 連覇優勝に貢献。1997年、立命館大学に入学。体育会ゴルフ部員の首相として2000年には、関西学生ゴルフ選手権連盟杯と、関西学生ゴルフ選手権を優勝。第55回と山国体ゴルフ競技では、国体代表選手として、準優勝。日米大学ゴルフ大校の日本代表メンバーにも、選考された。卒業後、 プロゴルファーとしてアメリカのミニツアー参戦し、アジアンツアーまた日本人初のインディアンツアーにレギュラー参戦。日本ではカシオワールドオープン出場。プロゴルファー現役時代はパッドの神で自分がパッドする旅、グリーンの芝は大喜びし、喜んだ芝川ショイとホールに向かって運んでくれるとコメントしていた。その実力は今もなお語り継がれ、 アジアンツアーとの共催競技、パナソニックオープンでツアー初優勝した、プロゴルファー河村正宏も認める。その後、アマチュアゴルファーに復帰。2006年、吉川火星株式会社に営業として入社。マレーシア法人からのスタート。2011年には、タイの大洪水被害に遭い、現地工場を建て直した。その後、帰国し数々営業実績を残す傍ら、 2015から2018年の間、立命館大学体育会ゴルフ部の監督を務め、現在は吉川河西の常務取締役となる。2019年4月、国際的に評価の高いニュークビービズンススクールに入学。2021年3月、エンバのカリキュラムを AMBA の取得。日本で唯一のエグゼクティブ MBA ゴルファーとして、社会人に必要なものが、 ゴルフにすべて揃っていると提唱しており、MBA とゴルフをつなげた活動をしている。ゴルフでは深く考えすぎる方が多い。一方、ビジネスでは過去の成功体験の感覚だけに頼る経営者が多い。ゴルフと経営は正しい知識と考え方のバランスをうまく取れば目標に最短で近づくという。吉川は今後、ゴルフから経営を学び、 経営からゴルフを学ぶ架け橋として、両方に悩んでいる経営者の助けになるような貢献をしたいと望んでいる。所属先企業所属先プロフィールビジネスゴルフ大学。ありがとうございます。